ピヨン。とうとうさん、さあありがとうございます。ちょっとお礼は後で書きますね。そうなんですよ、今日は七夕ということでこれで帰ってきたの。これでちょっとさすがにね、街を歩くのは恥ずかしかったんで、コンビニとか行くときは帽子かぶって潰しました。そうなんですよ、今日七夕でヘアメイクさんにちょっとこれでお願いしますって、一般的なこう織姫のね、なんか普通にグーグルとかで調べたら出てくる織姫の写真とか絵を見せて、これでって言ったらすごいみたいな、もう正気かみたいな感じでヘアメイクさんが、そうなんですよ、びっくりしてたんですけど、なんとかね、どう言ったらいいのか、すごいもうなんかどうなってんのって感じなんですけど、こうなってるんですよ。本当どうなってるんですよね。これ地毛です、ワイヤーとか入ってなくて私の髪の毛だけで三つ編み。どうやって固定してるの。なんかね、ここにゴムがあるんですけど、多分1本取ってここで結んでクジラヘアみたいにこういう髪の毛にして、編み編みにしてこうやってこうやって結んでこうなってます。どう、私もねどうなってるかわからないんだけど、こういう感じでねやってみました。帽子かぶってみて、帽子が今ないんだけど、フードついてるか、まあ、コンビニとかにはこういう、まあ、こういうのじゃないけどこんな感じ隠していきました。多分わかんないですね凄くないですか、こんなに潰してもピョンって跳ねるんですよ。この自立してるんですよ、私の。もうスプレーもすごいしてるから、もうどんなに頑張っても、そうめっちゃすごくないですか。え、超強いんですよ。でもめっちゃ押さえつけてもっていうね、本当に今日は織姫ヘアで、マイカーのみんなでやろうって言ったんですけど断られて、なんかみんなやらないって言って、私になった。なんかリコチもやりたがってたんだけど、なんかリコちゃん無理だったらしい。なんでだろう、髪質かなでもスタジオはね結構やってました。スタジオはなんか織姫と彦星に分けてやってました。多分でも毛量とかもあるかもしれないっていうね。今日はすごい、今日の公演はちょっとレアな髪型が多めのね公演でございました。ありがとうございました。スタジオのがノリ、そうなんですよ、スタジオは多分ねリオツンができなかったから彦星も入れたのかな、なんかポニーテールで彦星とかにしてたけど、多分それがなかったら多分全員やってたんじゃないかなマイカはねやってくれんかったよ、もうソラハが断固拒否してた。でもメイクさんが大変だったかもしれない。せっかくの七夕ですけど、びしょびしょの大雨でしたね今日は。まあでも雲の上は晴れてるって言いますから。ソラハやりたがりそうなのに、いやソラハはね皆さんが思ってるほどねノリは良くない、むしろ止める方なんか頑張ってめっちゃ
ネタみたいになってるけど全然そんなことないんですよ。ソラハはむしろなんか嫌がる方。そうです、みんなしようやってソラハボイスで再生できる。みんなしようっていうのはリコチか、まあ日によってはココアさん。ソラハは乗ってくる時と乗ってこない時があって、今日は乗ってこなくて、ツインテールの時はやってくれたんですけど、これはさすがにダメでした。いやいやてって言われた。もうツインテールはやったからもういやいや、いやなんやみたいな、すごい拒否られ、この髪型最初私だけだったからすごいもう私がなんかやばい人みたいになってたんですけど、蓋を開けてみたらもうスタジオがめっちゃやってて、全然私なんてまだまだでした。まだまだでした。ありがとうございます。ツイッターとかね、メールに写真載せたのでぜひぜひ見てみてください。最初に出てきた時のシルエット良かったよ。いやほんとね、多分みんなびっくりしたんじゃないかなと思って、ちょっとびっくりさせないように一応メールでちょっとだけ先に情報を出しておきました。さすがにね、まあでもたまにはいいかもしれない。びっくりさせないためのメール、そうなんです、ネタバレをさせてきました。なんだってなっちゃうかなと思って、みんなの意識がこれに行きそうだったから。季節感あってよかったねえ。いやこんなね、七夕に公演することあんまないから、ぴったりジャスト七夕にいいですね。なんか短冊に願い事とか書いて七夕らしいこともできたし、よかったよかった、楽しかったです。公演ありがとうございました。明日はね、 PR 舞台のムック本サインカーが、サインカーじゃない、サイン会がありますけど、すごいちょっとマイカーマイカー言ってたからサインカーになっちゃった。サイン会がね、あの渋谷ツタヤであったやつみたいなのがまたタワレコ広島でありますので、皆さんぜひぜひお待ちしております。マイカーと混ざっちゃった。当日券もねあるんじゃないかな、前があったから多分ねあると思う。なんか前ね、当日券あるんだったら行くって人とかもいたから、一応言っとこうかな。おそらくあるんじゃないかなって思います。クマありがとう。まあね、ちょうどパルコなんで、タワレコもスイパルとか行ってみてください。当日券未定らしい。あ、そうなんだ。ありそうだなって思ったけど、未定なんだ。あらららら。そっかそっか。ぜひね、スイパラにも行ってみてください。私もね、スイパラ行きたいんやけど、なかなかね、お仕事があんま落ち着かなくて行けてない。行く予定待ってます。お忍びで、いやーなんかね、この期間中ねプライベートで行くの禁止されてるんですよ。だから私本当に一人スイパラとかよくしてたんだけど、でも自分のコラボ商品は絶対に飲みたいなと思ってるから、私ドリンクなんですけど、だからちょっとねメンバーとかマネージャーさんとかと一緒に行きたいなって思ってます。まあ皆さんもねぜひぜひ、まあ私がいたらいっぱい食べてるなって思ってください。
単独無理なんだ。いやそうなんよ、マネージャーさんと行く。だからマネージャーさんは何回も行くことになる。大変、行きたいな、お腹空いてる。起きるから来日を告知というわけにはいかないのか。でもなんかメンバーが来るやつお金払わないといけないからちょっと申し訳ないよね。いやもう私なんかって感じだけどね、他のメンバーのやつお金かかっちゃうからな、イベントがちょっと申し訳ないですねまあ運よく会えたらいいですね。でもいつかね期間中行こうって思ってるんですよ本当に。まあそんな私が起きるかですって言いながらは行かないけど、さすがに懐かしい、あの独り言のコラボカフェみたいな感じかな。追加イベントしたい、ね、したい。あれね、そうね、あんまメンバー4人ぐらいしかやらない。そうなんですよ、まあ、ぜひぜひぜひコースターとかもね当たるんで行ってみてくださいな。行った報告お待ちしております。待ってます。じゃあちょっとサワーのれ書こうかな。書きます。よいしょ、紙にね。最近事務所に行ってなんかプレゼントがいっぱいだから取りに来てくださいって言われて行ったんですよ。でも私はもうひ弱だからなかなかね、ひ弱っていうか非力だからなかなかこう全部を毎回一回に持って帰れないんですよ。だからすごいちま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 ね、あの力の尽くす限りのあの私の持てる量はね毎回持って行ったんですけど、とうとうなんかそのいっぱいなんでみたいな、次の入れれないですよって言われたから、もう頑張ってこの間もうすごい頑張って持って帰ったんですよ。そしたらね、その今日新しいのが来てて、その今まで入らなかった分が来てて、もうね本当ねプレゼント届いたってねすごい言ってくれて、私も探したけどね全然なんか届いてないって言ってたんやけど、やっと届きました。最近送ってくれた人多分1ヶ月6月とかに送ってくれた人たち、本当にありがとうございます。持って帰りますね。今回はどんなクセ強いアイテムが、今回はなんかあったかな、パッと見てクセ強って思ったのはゴールデンカムイの谷垣ニシパ、谷垣源次郎のおっぱいマウスパッド、わかる？なんかあのおっぱいの形をしたマウスパッドあるじゃないですか、あれの谷垣源次郎バージョンが届いた。多分ゴールデンカムイ好きな人ならこのヤバさがわかると思うガチでわかると思う。わかるかな、ココアさんになんかすごい何これみたいな言われた、まあ、谷垣源次郎ちゃんがどんな人か知らない人はすぐ調べてください。あ、待って名前書いてなかった すごいある一定の層の界隈にとても人気なキャラクターなんです。それはまだ持って帰ってない。とうとうさん、七夕タワーありがとうございます。ありがとう。そうなんです、なんかゴールデンカムイ店に行ってきたファンの人がいて、なんかめちゃくちゃね送ってくださっててありがとうございます。
なんかすごいね、絶対重かったでしょってぐらいなんかすごい送ってくださってて、手紙にね、なんか瀬戸内のカムイにも魅力を伝えるんだよみたいな言われた。なんかすごいじわじわ来てるんだよね、その手紙といいプレゼントといい。これはねちょっとゴールデンカムイ好きな人にしか伝わらない話だったかもしれない。面白いんでぜひ読んでみてください。カムイっていうのは神様みたいな、なんかそういうニュアンス、うん、まあでもなんかね、傘とかあとお手紙も持って帰りましたよ。なんか持って帰る優先順位っていうか、手紙はなんか一番最初に持って帰るんですよ。でプレゼントが結構重いものから遅くなってくんで、家に届くのがねちょっと時間かかったりするんですけど、で最終的には全部家にあるのでご安心ください。すごいタワーありがとうございます。こばっちゃさんありがとうございます。いやでも本当にね、あの新しいのが来ましたよっていう報告をね、なんかすごい心配なさらず、よいしょ、書きまーす。3年間送ってないのどうしようね、家にあるってこと。でもなんかさ、買ってもさ送るのってめんどくさくなるよね。なんか私もさ、お父さんとかさ、妹になんか写真集の特装版を渡さなきゃいけないのに、なんかサイン入れてって言われて、サイン入れなかったらもうアマゾンとかから直接なんていうの、親の住所に届けるんだけど、サインを入れなきゃいけないがゆえに自分で送らなきゃいけなくて、送ろうって思ってるんだけど、めんどくさくて全然いけてない。もう2ヶ月ぐらいいけてない。ずっとある、放送して住所書いてずっと私の家に置いてある。なんかね、作業がねなかなか面倒なんです。明日は送ろうなるくない。いやなんか本当にありがとうございます。だって面倒な作業をしてくださって、うん、本当に感謝です。はい、こばちゃさんタワーありがとうございます。公演もありがとうございました。七夕は七夕タワーですよね。ありがとうございます。うん、私すごいね、なんかファンの方のおすすめのなんか小説とか漫画とか結構よく届きます。それがめっちゃ重い。もう多分他のメンバーよりなんかこう持った時の重さが桁違いなんですよ。なんでだろうと思ってこう見たら、めっちゃ分厚い小説とか漫画がいっぱいある。でもなんか人のおすすめってなんか自分が買わないものが多いじゃないですか。なんだろう、その人のなんて言うんだろう、趣味っていうか、だからなんかね結構好きなんですよね。自分の知らないジャンルがある。逆になんか私のおすすめするやつも読んでみてください。届いたの読むだけでめっちゃ読書会になりそうね。いやそうなんよ、なんかね本の紙の本のいいところって、まあ、今は電子書籍が主流なんだけど、小説だけは紙で読んでるんですけど、なんか頭良さそうにも見えるからいいですよね。面白いかつ
頭が良さそうに見える。これは結構大きいと思います。新幹線とかで読んでるととても頭よく見えます。ブックカバーつけてると頭良さそうね。そうなんよ、もう小学生の時はなんかラノベとかブックカバーして見てた、うん、ジャンプでもブックカバーつけたら頭良さそうに見えるかも。いやジャンプはちょっとなかなかの、もうジャンプでしかないサイズじゃん。わかんない、マガジンとかに見えちゃうのかな。でもジャンプオーラ出てるよ、うん、ねえ、あの大きさはね、うん、今日スレッズに文学少女記者映ってたね。そう、なんか STU ねスレッズ始めたんですよ。皆さんぜひねフォローしてみてください。なんかインスタみたいにいっぱい写真が載せれるツイッターみたいな、なんかインスタとかフェイスブックの会社がやってるアプリなんだけど、そうスレッズっていうなんか新しい SNS、 なんか最近さ、まあそのなんかツイッターとか、まあ、こう結構いろいろあるじゃないですか。だから結構なんかそのツイッターっぽい SNS に行ってる人たちも多くて、芸能人とかもどうなんだあんま分かんないけど、 STU はねそっちもね、そっちのアカウントも作ってます。そう、結構写真とかはなんかあれらしい、なんかあんま使ったことない未公開オフショットとか載せてたから、ぜひぜひインスタのアカウントないと、あ、そうそうそう、だからインスタを作らないといけないっていうちょっと一手間はあるんですけど、ぜひぜひ、まあメンバーの個人アカウントがスレッズでできるかはちょっと謎いね。でももしね何があるか分かんないですからね今後ね。もうぜひねインスタ持ってる人はね普通にアプリ入れるだけでいいみたいなのでやってみてください。スレッズの感謝をツイッターにつぶやく。まあでもね、うん、写真なしでも投稿できるインスタ的な感じ。え、うん、そうだと思う。ごめん、私もすごい詳しいわけじゃないんだ。すごい詳しいわけじゃないんだ。写真が4枚以上載せれるツイッターみたいな感じじゃない？まだ怖いんだよな新しいのって。いやそうなんよね、それがさ、こうなんて言うんだろう、それがね本当に TikTok とかインスタとかツイッターみたいに化けるかね、だん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 こう一時流行っただけのものになるかは本当に誰にもわからないからね。まあでも作っておくだけ損はないんじゃない、今後のために。もし
ね、だってツイッターとだからね、もうツイッターでしかつながってない人ともうつながれなくなっちゃったりとかしたらね、あれだから一応もう一個のね SNS でもつながせたらいいんじゃないですかね。まあ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 、まあ、STU 早かった、私もびっくりした、スレッズみたいな知らなくて、知らなかったけど、なんかね、なんかツイッターとかの絵師、あのイラストレーターさんたちが結構そっちに移行してて、そのなんかツイッターとかがいろいろあったじゃないですか、その制限とかが、なんかそういう時になんかそっちに避難してるみたいな人とかが結構多くて、私はなんかなんだそりゃってなってたんだけど、意外とね行ってるっぽいね。だからびっくりした、その STU がそんな早くねなるなんて。あ、でも個人的にはめっちゃツイッターに慣れてるから、ツイッターがね今まで通り使えてたらめっちゃ嬉しいし、ありがたいですがね。そうなんですよ。ツイッター終わってしまう。いや終わらない終わらない、全然全然まあぜひぜひフォローしてみてくださいな。ハッシュタグないから検索できない。あ、そうなんだ。いや私もね全然詳しくないよまだ、そのスレッズは、うん、詳しくないんだよ。まあまあまあ様子見で、でも新しいものを終える人になりたいなとは思ってる。なんか、うん、そういう年の重ね方をしたい。もう80歳とかになっても iPhone、 いやもう逆に iPhone とかじゃないのかな、なんかもう最新のスマホを持ってたいもうスマホじゃないのかもしれないけど、うん、の老後になることが目標です。でも今の世代だったらさ、もうどん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 新しいもの持ち続けるのかなって感じもする。なんかおじいちゃんおばあちゃんになってももう慣れてますよね多分。その携帯がない時代とかだったら多分始めるのにとかね、こうそんなスッとはいかないだろうけど、なんか今のこの社会を担ってる世代だったらもう普及率とかすごいしね。うちもあれですよ、おばあちゃん LINE してますからねおばあちゃんから LINE 来ます。もう何歳だろう、70何ぼとかかな。おじいちゃんは使ってないんだけど、おばあちゃんはね LINE を始めました。すごいね、ね、なんか若いよね、びっくり。めちゃくちゃあれだけどね、あの楽々スマートフォンみたいなやつだけど結構返事早いですね。でもおばあちゃんはなんか赤い、なんかあのよくある赤いびっくりマークとか赤いハテナがなんか嫌いらしくて、なんかあれは怒ってるみたいだから使わないでって言われました。一回なんか怒ってるように見えるみたいな、いや使ったことはないんだけど、なんか別の人が使った時に言ってた、これ怒っとんかねみたいな。そうそうなんやみたいな、おじさん構文、確かになんかよく構文使われてるイメージはあるけど、
なんかもう一個上の世代に行くと怒ってるように見られて、あんま敬遠される、まあ敬遠してるのはうちのおばあちゃんだけかもしれないけど、そうなんかあんまり好きじゃないらしい、その赤いびっくりマーク。そうなんですよ。私はちなみにそのびっくりマークもハテナも何の感情も湧かないですね、うん、文字ね、うわ昔なんかめっちゃこう手に目が描いたなんか絵文字ハマってたんだよね。最近使ってないから明日メールで言うと、なんかハマってた絵文字があったんですよ。なんか多分なんかのなんかの経典かなんかの絵文字なんですけど、全然意味とか知らずに、そしたら公園でこれをうちわにしてる人がいた、この絵文字を。多分私しか伝わらない、ハムさんの手って、ハムさんの手。1年前ぐらいめっちゃ使ってたかも。どういう時に使うの？え、普通におはようみたいな、ポン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 みたいな、4つぐらいポン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 って使ってる。だからそのなんか利用方法にそれはないんだけど、なんかねなんか光使ってたんですよね。最近何使ってるだろう、うん、最近ちょっとあんまり新しいのを挑戦してない。なんかもうあの何使ったやつの欄みたいなあるじゃないですか、一回使ったやつみたいな、それから選んでるから新しいの全然使ってない。ちょっと次からメールめっちゃ彩りいいメールにしようかな。でもな iPhone と Android だったら文字化けしちゃうかな。それがあれなんだよね、ハテナだらけのメール来たら怖いよねきっと。なるべくなんか変換されても大丈夫そうな絵文字選んでるんやけど。顔文字に戻ろうよ。いや顔文字もね文字化け率高いんですよね。絵文字使えなかった時はメール、なんか絵文字使えるようになったのも割と最近なんだけど、文字使えなかった時は顔文字もなんかしめじとかで出てくる顔文字は使えないんですよ。なんか文字化けするから、だから本当になんか簡単そうなピッみたいなやつばっか使ってた、うん、でも私も今ねアップデートしてないからツイッターとか見てもね、なんかメンバーのツイートなんか結構文字化けしてる絵文字とか新しいやつだとあんまりね映らない、うん。顔文字ね可愛いけどね、文字化けするやつ多いんですよ可愛いやつは。いや今はもう本当に絵文字が使えるようになったから、だいぶなんだろうメールがカラフル、とてもとてもカラフルメールです。彩りあるからいいなと思いますね、感情が分かりやすくてとても良い。皆さんもぜひぜひ返信ね、絵文字使ってみてください。まあ、顔文字でもいいけどね。変な顔文字。そうなんか感情が分かりやすくていい、とてもいい。今日ねなんか今日メイクさん、メイクさんじゃない衣装さんがその同い年の衣装さんやったんやけど、何会いたいか、会いたいってゲストありがとうございます。なんか剣に見えた。今日同い年のね衣装さんだったんですけど、なんか遊びに行こうって誘われて、結構なんか
もう仲良しになってきてるんですけど、遊んだことは一回もなくて、てか私スタッフさんと遊んだことがなくて、同い年の女の子で、なんか名前はなんかずっとさん付けだったけど、最近なんかちゃんで呼んでほしいって言われたからちゃん付けになったんですよ。でも敬語使ってるんですけど、向こうはタメ口で、でどうします？そうなんですよ、なんか緊張するわめっちゃ。今までなんか仕事の合間とかに話してたから、あれだけど行きたいよね、行きたいけどなんかどうしたらいいのか分かんなくて、普段何するのって言われて、普段だか自分の普段考えたんやけど、なんかあんまりこうちゃんと遊ぶことってないなって思って、まあ、カフェに行こうか、私がカフェ行ったことないから全然カフェ行こうかってなったんやけど、なんか一般的な女の子って何して遊ぶんだろうね、わかんないや。とりあえずカフェしか決まってない、どこのカフェかも決めてないけど、でも結構ねアイドル詳しいんですよ、すごい。なんかもともと48とかすごい好きっていうか、なんかアイドルの趣味も結構合うんですよね。カフェに行こうかな。結構ね PR 舞台とか毎回その衣装さんだったからね、全国回って仲良くなったんですよ。でもなんかちょっと初めて遊ぶのって緊張する。でもちょっと嬉しかったね、なんか誘ってもらえるのって嬉しいよね。ゲストありがとうございます。50代独身さんありがとう。そうなんですよ、でも最近ちょっとメンバーと遊ぶ機会増えたな。遊ぶって言ってもご飯食べるぐらいやけど、なんかあんま服を一緒に見たりとかそういうメンバーは少ないんだけど、書きます。カラオケ、いやカラオケな、カラオケか、私がいろんな歌歌えたらいいんやけどね、もうなんかアイドルしか知らないからな。だからメンバーとかともなんか行くんですよ、結構何人かとかで。その時も私がほとんど J-POP 知らないから、なんか大体そういう時に歌うのは、まひなさんは絶対何でも知ってるんですよ歌、もう本当に昔の曲から最近の曲から何でもかんでも。でみちさんも知ってるから、大体みちさんとまひなさん、まあ、昔はほのたんさんが歌って、あとのみんなはほぼ歌わない、もう聞き役ほぼ歌わない、そういう感じですかね。ありゃ、50代独身さんタワーありがとうございます。七夕タワー、七夕はありがとうありがとうございます。そうカラオケはね、で私とあかりんさんはアイドルの曲、ももクロさんとか歌う、マイキューとも、マイキューがカラオケ結構好きでたまに行くんだけど、マイキューとかとはもう48の曲ばっかり。だからなんか私本当に歌わないな歌わないなって、 J-POP 聞かないって何聞いてて、で聞くのは聞くんよ、 J-POP も好きなアーティストさんもいるんだけど、なんか自分が歌うってなったら別じゃない。私キングヌーさんとかめっちゃ好きでアルバム入れてるんですよ、プレイリストとかに。でもさ歌えはしないじゃないですか、歌えなくないですか、あんな高低差すごいし、男性曲だし、なんか女の子の歌う曲って割となんか限られるくないですか。
限られないのかな。うん、なんか聞くのは好きなんだけど、歌うってなったらなんか難しいかもしれない。なぜ歌うだろう。そうなんよ。でも意外となんか STU のカラオケとかで歌いがちなのはなんかこう最近の曲っていうよりかちょっと昔の曲、タッチとか絶対入れてるかもみんなイメージある。タッチとか、うーん、あいこさんとか、なんかそのガッチ定番曲みたいな、プラネタリウムとかカブトムシとか、なんかそういうのが多いかも。うん、でも本当にね、聞き専門でも真平さんがいたらなんかずっと歌ってくれるんですよなんか歌わないから全然ありがたい、うまいし、本当になんかずっと歌ってくれてる。葵さんもあんま なんか歌わないっていうか、ずっと聞き専門。なんかよくその一期生の人たちとご飯行った後とかにカラオケたまに行くんですよ。行くことがあって、その時は本当にもうずっと真平さんが歌ってくれて、真平さんと道さんが交互に歌ってくれてイメージ、そんな感じですね。でももし人からとかするんであれば、なんかなんだろうね、うん、練習したいね。普段歌えない歌をうん、普段歌えない歌を練習したいですね。ずっとジュース飲んでそう。いやそうよ、もうドリンクバー行きまくりよ。ホットとアイスねホットとアイス両方持ちで行きますよ。バラライカ歌ってよ。いや本当あのもう月島嫌いでなら任せて。バラライカバラライカライラライラカイカイ、わかんないでしょ皆さんにはまあな、自分の世代の曲夜遊びのアイドル、いや難しいよ。わかる、あわかる、あそう昔カラオケ大会で歌ってた、キラリンレボリューション。もうあれだ、ね、私のアイドルのなんていうの、もう元祖っていうか初めてアイドルというものを認識したのが月島キラリちゃんってぐらい本当みんな見てた、あの時代の、うん、なんかちょっと途中 CG になって若干悲しい、フル CG のアニメになってちょっと悲しかった。それまで普通に 2D のアニメだったんですけど、 2D っていうか、うん、イラストだったんですけど、途中でフル CG に変わって、あの子供ながらに若干ショックだった懐かしいな。今の小学生とかだったらあれなんかな、推しの子でアイドルを知るのかな。何年前なんだろう、何年前だろう、私が小学生の時だったからな。金曜日にやってたんですよアニメが。今日も金曜日だけど、で金曜日は絶対ピアノのお稽古があったから、お稽古の帰り道に車の中で見てた思い出がある。キラリンレボリューション、チャチャチャン、無敵の勢いで、チャチャチャン、強気のその息で、今日までの甘い道にさよならを告げるわ。私がもしソロ公演するとしたら絶対月島きらりちゃんの曲を入れようって決めてるんだ法廷と芝居とかがなかったら、
私は絶対キラリちゃんを入れたいんだ。だから皆さん予習しといてくださいね。ジョジアニメ、ここはね、多分名前だけは知ってるかもしれないけどね、話のあらすじだけ聞いたらとんでもないアニメですからね。あれ知ってる？みんな、月島キラリって、キラリンレボリューションって言うんだけど、その私らの世代のもう超人気だったグッズも CD もめちゃくちゃ売れたアイドルアニメなんですよ。でも知らないでしょ、キラリちゃんがどうしてアイドルになったのかとか。詳しいあらすじ知らないでしょ。教えてあげようか。これ今考えたらとんでもないんだけど、なんかキラリちゃんってもう超絶美少女なんですよ。もうなんか街行く人たちが振り向くぐらい超絶美少女なんですよ。でキラリちゃんはある日、でもキラリちゃんは全然恋とか興味ないの、食べ物に夢中みたいな。キラリちゃんはある時めちゃくちゃイケメンを街で見かけて、かっこいいってなって追いかけるんですよ。でそのイケメンがどっかのなんか建物の中に入ってって、キラリちゃんもそれを追いかけて、なんかすごい探していろいろ、なんかもうだから天井裏とかにまで登って探しに行くんですよ。したらなんか天井裏なんか下がすごい明るいなみたいな覗いてたら、そのイケメンが二人組のね、なんかシップスっていう男性アイドルなんですよ。で男性アイドルがライブしてて、にそれを見たらなんか床、あの天井裏のね床がバーンって崩れちゃって、そのライブ中に落下しちゃうんですよ。シップスっていうアイドルのライブ中にバーンって、でこうみんなが見るわけじゃないですか。でもなんかファン、そのシップスのファンが誰みたいな、えでも可愛いみたいになるんですよ。そしたらキラリちゃんはそのセイジ君って言うんですけど、セイジ君っていうイケメンとつながりたくて、そのマイク奪って、月島キラリ今日からアイドル目指しますって言って、月島キラリのアイドル人生がスタートするっていう、結構とんでもないあらすじなんですよ。で子供の時は本当に何にも思わなかったんやけど、今考えたらやばすぎるってなって、シップス懐かしい。いやね、私も初めて買った CD キラリちゃんとシップスの CD だったよで同じ事務所のアイドルになって、でもキラリちゃんはもうバチバチ可愛いんで、そうなんです。もうだん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 そのアイドルに本気になるようになってみたいな、ソロアイドルでね、まあ、アニメではなんかいろんなメンバーとかとね、なんかユニット組んだりしてたんだけど、漫画ではずっと一人でソロアイドルでね、結構いろんな企画とかして、いやライブとかもすごいいろんな面白いエピソードがあるんだけど、まあ、そこは割愛して、で最終的にはどんなだっけ、最終回なんか最終的にはシップスが二人組なんですけど、最初に一目惚れしたのはセイジ君っていうキラキラ、あの花より団子で言ったら花沢類が好きだったんですけど、あのどっちかって言ったらドン・ミョージのタイプのヒロトっていうもう一人の方と両思いになって終わりました最終的にはそういう感じですね。すごい花沢類とドン・ミョージのさ、なんていうの、説明のしやすさやばい、いろんなとこで使える。最後はそういうこちらです。その過程でいろいろやるんだけど、そう今考えたら、やっぱキラリレボリューションめっちゃいいお話だから、まあ、暇がある人は見てほしい。曲もめっちゃいいから、始まりがなかなかすごい始まりやなと思って、なんか今考えたらなんかシップスのファンはなんかその時はね、確かなんかヒューみたいな、アイドル目指しますって言った時ヒューみたいな感じだったんですよ。でも今考えたらこう大ブーイングじゃない、えブーイングだったかな、なんか普通に受け入れられてたけど、今考えたら、ね、推しのさ男性アイドル見に来てさ、可愛い子が空から降ってきてアイドル目指しますって言ってライブ中断したらだいぶやばいね。まあでもキアイちゃんの時代は SNS 時代じゃなかったから
がとうございます。ちょっと壇上もそろそろ読まなきゃいけないんやけど、書かせていただきます。まあでもね、本当にね、なんかライブとかいろんなアイドルと対決するんやけど、めっちゃ面白いから見てみて。見る機会がね、なかなかあるかあれやけど。おりちゃんありがとう。七夕は裏で見れるかな。見れるんじゃないかな、ちょっとわかんないよ、結構昔のアニメだから。おりちゃん七夕はありがとうございます。すいません皆さん、タワーありがとうございます。このショールームの背景ももう変わっちゃうんですかね、もしかしたら。どうなんだろう。7月7日以降になったらもしかして見納めなのかな。おりちゃんありがとう、こちらこそ。うん、だってまでどうなんだろう、もう変わるのかな。一応ちょっとスクショタイムしとく。7よん終わり。あ、でも終わりそう、そろそろ。この背景もこの髪型は今日だけです、この謎の。どうなってんの部屋は今日だけです。発芽してる。え、そうなんや、めっちゃ双葉って言われた。双葉部屋もう少しで織姫ぽとお別れ。そうです、これどうやって外すんだろう、ガチで。なんかもう取り方が分かんないんですよ私。12時以降にこれの取り方苦戦して終わるのかなあ、ピン刺さってるわ、ここ。双葉がね、取れますよこの瞬間。こういう感じで、あ、全貌が分かりました皆さん。こういう作り方らしいです、見てください。アメーバみたいな、なんか私ストラップみたいになってる。こういう作り方らしい壇上山、そろそろ作り方が分かった。そういうことか、こういうことらしいですよ。こうで、あの、こういうラーメンマンって言われた。確かにラーメンマンっぽい。こういうのでね、頭皮に刺激を与えるんですよ。壇上を読みます。13位ゆるキャラアルコールさん、12位じゅんちゃん、11位イストスさん、10位しおさん、9位きょういさん、8位ジェリーさん、7位ばんぼしさん、6位かずのりさん、5位よもつくさん、4位おりちゃんでした。ありがとうございます。おりちゃんタワーありがとう。そして3位50代独身さん、2位こもちゃさん、1位とうとうさんでした。50代独身さん、こもちゃさん、とうとうさん、七夕はありがとうございました。ありがとうございます。七夕すごいすごいね。いやでも簡単な、意外と簡単に作れそう。明日の告知ありますか。明日は広島タワーレコードで PR 舞台のムクボンのサイン会をします。
ぜひぜひ来られる方お待ちしております。晴れるといいね、明日はね。さすがに自分でもできそう、頑張ればできそうやけどね。もうでもすることはないだろうね、きっとこの髪型うん、お待ちしてます。ポケモンにいそう、ポケモンにいそうって人間じゃないよねきっと。私ポケモンってあのガチのポケモンにいそうってことだよね。何属性ですかね。私ポケモンも詳しくないよね。ニャオハは可愛いと思うけど。オキモン、オキモンモンスターゲットだぜ。気になってしまう。ここトレーナー側じゃないよ。え、めっちゃ硬い。ちょっとこれダメかも。もうゴムがね硬すぎてもう取れないですね。あ、こうやったら可愛い。もうハサミで切るしかない。失敗してここなくなったらごめんなさい。気をつけます。失敗したらってか、ここもゴムで結んであるんやけど、もう取れる気しないですね。明日もしなくなってたらごめんなさい。私の髪の毛お疲れ様でした。いいじゃんその髪型、大好きだ、大好評だよ、ありがとう。配信ありがとう。じゃあ今度ありがとうございますと大惨事にならないように祈っていってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。58分だ。もうちょっとしたら終わりだね。ありがとう。オリポ配信ありがとう。そっか、今日は私はオリポなのか。オリポです。小星の皆さんこんばんは。オリポです。次の課外活動はね8月ですね。また来月、もう来月はオリポじゃないですけど、お待ちしてます。オタヒコうまい。オリポとオタヒコなんかのアニメにありそう。バイバーイ、ありがとうございました。ゆっくりお休みください。皆さんもまたね。オリポでした。もうオリポじゃなくなっちゃったけど、ラーメンマンになっちゃったけど、ラーメンマンでした。ラーメンマンでした。